はい、どうもこんにちは、ウイコブスと申します。今回はですね、まあさっきの続きといい、なんやいいことで、あれです、ちょっとですね、裏技を使ってここまで来たんですが、ちょっと一旦降ります。実況プレイの裏技を使いながら、実況プレイの第、14ぐらいですね。でまあ言ってなかったんですが、ここに鍵あります。僕のデジカメではですね、まあ30分ほどしか撮れません。でも30分の10分の動画で、まあ、3回撮れます。なんでパソコンにですね、あれです、パソコンに、入れる時間がめんどくさいんでですね、すごい、まあそんだけです。何が言いたいかよくわからんのじゃ、なんだこれは。まあセコーダーを使ってここまで来ましたでございます。チャラララレンコンパスかよ。ちょっと久しぶりのね、ねじゃないって、久しぶりのですね、このプレイ、久しぶりの、水の神殿じゃない、何やここ、スノーヘッドの神殿ですかね。なんで、戸惑ってはいますが、あれです、まあやっていきたいと思います、思いますけど思いません、意味不明。あら、できない。よし。まあ、ちょくちょくとですね、裏技的なものを加えていきたいと思います。で、ここは、一瞬、おお、すごい瞬間を捉えてしまった。ここ、確かいけるんでしたよね。ここから届くのかな？ちぇいや！届いた。なんだっけ、一体これはなんだ、妖精の気しかしない。なんか、さっき豚骨ラーメンをですね、まあ、食ったんで落ち着いてます。まあ垂直ジャンプというのはこういうところに役立ちます。まあここは普通に行けるんですが、こうですね、こういう普通には登れないところで垂直ジャンプをすると普通に登れちゃいます。そういう技です。だからどうしたんだ、パリン。でさっきですね、まあ豚骨ラーメン食ってたんですが、食ってた時にゲーム放置していて、危うくそのまま放ってったらゲームオーバーになるところだった。ふう、ここに確か鍵があったんですね。よし、なんかムジラの仮面の更新が遅くなってから再生回数が減ったような気がする。まあいいか、それは全部俺の責任だ。こういう届かないところもですね、まあ爆弾を置いてさっと A ボタンを押してドガーンとやって垂直ジャンプして登ればいいです。うわーさーんって、今どの辺にいるのかよく分かってないんです、マジで。とりあえず自分の記憶に沿ってただ本能だけで動かしてみたいな感じです。どうすればいいのかな、確か、ここ通れなかったっけな。で、
あれ。取れなかった。すいません。そのあやふやな実況。まあ実況だけど、ただのプレイ動画みたいになってますね。これが金が99や。嫌じゃないっても。で、あそこが上がって、ここが上がるんで、どうだったかな。さっと行って。で、これを押すのかな？ん？これを押すと、どうなる？あそこが上がる。で、ここで閉める。閉まんなーい。間違えましたわ。ちょっと口が悪くなってるぞ。よいしょ。ここで構えて。よいしょ。で、ここで縮める。で、仮面を脱ぐ。で、乗る。で、テアーで、さっといって、ほっといって、ドガーンで入る。完璧。で、一体私はここで何をしているのかよくわからないんですが、何を言ってるかもわからんわ。ヤッフー、危ない危ない。行け。ここか。よいしょ。行けた。で、あっちに行くといける。こっちは行ける。まあ、行ってみよう。まだ炎の目は手に入れてないから、ここは関係ないのか。ってことは向こう側ですね。ストーリー無視してるんで、私はどこで何をしているのかはよくわかってない。よいしょ。ここは一体どこに繋がるんだ。嫌な予感しかしない。で、まあ、次回はこいつを倒すことになると思います。おらしね。それはどこだ？ここか。畑屋。ターンは全て読めているんだ。そろそろ怒るはず。あ、怒るわ。危ない危ない。おお、危なくなかった。やばい。お前か。よく見渡す。おった。じゃあ今回はですね、まあこの辺で終わりにしたいと思います。結局倒してしまったんですが、まあ次回もよろしくお願いします。じゃあさようなら。